を育む清流川辺川守る県議会のイベントに参加いただきましてどうもありがとうございます。それでは時間となりましたので、川辺川のダム問題にどう取り組むのか、これまでを振り返り、これからを展望するを始めたいと思います。まずは東海代表の中島康氏から皆様に開会のご挨拶を申し上げます。こんばんは。今日はお集まりいただいて本当にありがとうございます。まあ、先ほど総会の時も申しましたけど、今熊本においてというより日本全体においても川辺川ダムをはじめとするダム問題というのは非常に低流になっている。一時期一つの潮流としてダム問題というのは社会問題として政府とかそういう行政関係を相当取り上げていきましたけど、それは今なんか想像に比べたらはるかに劣った状況であると思います。でそれを一体何がそれが原因なのか、それから今後どうやったらいいのか、でこの間に我々はどんな間違いを起こしたからこんな低流に低潮になってしまったのかということを主体とした学習会を私は今日の二十歳を学習会と位置づけて一時を過ごして皆さんのご意見を伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。それでは問題に入っていきますけれども、今日の司会を担当します、私川辺川守県の会の土森武子と申します。今日最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまずですね、今ご挨拶申し上げました中島康氏から、なぜ川辺川ダムが止まったのか、豪雨災害が引き起こした人吉球磨の治水問題ということで、ご報告をいたします。よろしくお願いします。何回も出てきまして、ですね、川辺川ダム問題というのを私は知ったのはやっぱり1900年代 の初頭だったと思うんですよ。1990年代の初頭だったと思っております。私はもともと九州赤道の原生林を守る会を、立ち上げて、それで原生林の保護運動をやっておりました。そういう状況の中で何のために山を保護するかということになったら、やっぱり下流の治水というのが一番大きな問題の一つとして取り上げられておりましたけど、その頃の1990年代の九州赤道の本当に最深部の山の状態というのはほとんどハゲ山が次々に続いて、その中に若干の原生林が残っているという状況になっていました。でそういう頃なんとか北の方でなんか声がしててダムを作るということを、それが川辺川の一木のちょっと下にその川辺川ダムというのを作るということについて非常に腹が立ったわけです。山の緑をここまでひどいことにしてみながらダムでごまかすつもりかという、本当は単純な気持ちで私はこの運動を始めました。で県民の会を招集が出来上がったのが確か1996年だったと思います。で1996年この私どもと一緒にダム反対運動というよりも私たちの川辺川を守る県民の会というのは全体 の協力団体のつなぎ役みたいな形で、どう言ったらいいんですか、連絡協議会みたいな形で発信しました。けど確かに私もその頃まだ今の年よりも25、6歳若く、だから25、6歳かいろんな声が聞こえましたけど確かに私はまだ50代でした。そして一緒にやっぱり働い一緒に動いてるくれてる人たち、今日何人かも見えてますけど、みんな30代40代
一番の油の乗り切った頃だったのだったはあののだったんですね。あの今から思えば、そのために私どもは本当にその代わりにダムのことについてはほとんど何も知りませんでした。何にも知らないから誰とでもよく教えてもらうつもりで人と話したんです。そのおかげでその頃熊本にはいろんな人が本当に足しげく通ってきました。で、通ってくるきっかけを作ったのはこの川辺川を反対守るためにできた県民の会が外部に向かっていろんな発信をした、その方々の力がすごく大きかったんじゃないかと思うんです。それでそうすると我々がやはりみんな若かったということで人と話すことに何の抵抗も感じず、よく、人と話したと思います。けど何と言ってもですね、この頃の社会の流れというものも典型的なものがダム反対という人と流れだったんだと思います。これは私どもが作り上げてきた社会の流れではなく、言ってみれば民主党がよく言ってたコンクリートのダムよりも緑のダム、コンクリートから緑へという、あれが非常に大きな社会の潮流となっていた頃です。そしてこの流れがそのままずっと流れていけば、その後いろんなところで起きた水害問題とかそういうものは極めて少なくなっていったんじゃないかと思いますけど、残念ながら民主党をはじめとする今の野党の今の体たらくが結果的には国民の行政に対する味方の視点を完全に変えてしまったのがこの二十数年間ではなかったのかと思います。で、確かにですね、私ども国会なんかに行っても、今日後ろの方でよくその頃は吠えてました、彼がそこに来てますけど彼なんかが国会に行くとね、よく土井さんなんかが迎えに出てきてくれたぐらいに国会の中ではいろんな話をして、どういった社会党です。それはそのぐらいにやっぱりいろんな人たちと話をよくしたというのは確かです。で、それに比べてですね、今の私どもはいろんなことで何にも知らなかった頃の私たちはダムについて何か知りたいということでいろんな人と話をした。それからその流れの中からダム計画白紙という結果を勝ち得たんですけど、その中でいろんな知識を得てダムについてもある程度ものを知るような状況になってきたらです、その時からですね、我々はどうも我々の存在の中だけで話して外との話の状態が非常に少なくなったんじゃないかという気がします。なかなか人をわざわざ読んで、それでいろんな会議とかそういうことはやってますけど、私たち自身がそれぞれ本当新しい人と話すことにいろんな敬意を感じているわけですね。で、自分から新しい人にものを話して、それで今後の流れをどうしたらいいかというようなことを積極的に話を聞こうとする態度が、今私をはじめ我々会にもそれは非常に乏しいものになっているんじゃないかと思っています。じゃあ一体どうしたらこういう流れが変わるかというと、やっぱり若返るしかないのか、それとも我々が変わるしかないと思うんです。で、まず一番やりやすいのは我々が変わることですよ。で、我々がいろんな人とよく話すこと、それいろんな人の意見を聞くこと、で、その中ではいろんな喧嘩を必要になってくるし、喧嘩するまでに詳しくものを聞くようになっているかどうかでしょうね。それで、そういう中で私どもは
ダムの白紙撤回を勝ち得たんですけど、その頃のことを考えますと、第1回目の川辺川ダムっていうのは多目的ダムでした。ですから対象が農業にも、それ他のものにもかかっていた。そのために一緒に声を上げる人たちが非常にたくさんいたことも、白紙撤回を勝ち得た一つの原因だと思ってます。例えば農業のアタック2001なんて言われるような、農家を一軒一軒回って、それでついた班が正確であったのかどうかを確かめ合ったときに、一緒に回ってくれた農家の方々、そういう方々もやはり一つの結果を勝ち得てしまうと、やっぱり第一でも自分の興味であったことが2位か3位の段階に落ちていってしまう。そしてそれに強い働きかけがないと、2位から3位、4位と落ちていってしまって、いつか忘れられていってしまうというような状況が、私は今の利水農家の中には少々あるような気もします。で、だからそれは利水農家の問題ではなくて、我々がその人方々に話を持ちかけて、いろんな相談をして、いろんな話をちょっと し続けていかなかった一つの結果じゃないかと思っております。で、話すということは非常に難しいよ、難しいことじゃないように見えますけど、難しいですよね。だからこれからじゃあどうやっていったらいいのかという、これは今県民の会の大きな検討事項というよりも、大きな問題です。今日の総会をご覧になった方は分かるでしょうけど、総会にあれだけの人間しか来ません。で、会員は結構それに何倍かする会員はいますけど、その方々は私たちに協力はしていただくけど、やはりこの会議に出てくるまでのそのエネルギーがもうないんじゃないかと思うんです。皆さんそれぞれ年を取ってます。ですからその中から、じゃあ我々はどうしたらいいかっていうと、すぐ近くの自分の周りでやっぱり若い人たちを、自分のこの運動を理解してもらう相手として選んで、やっぱりその方々と話す必要が一番あるんじゃないかなという気がするんです。だから話す勇気が今からいるんじゃないでしょうか。やっぱり人と話すのは非常に勇気が必要ですよね。自分のバカを見透かされる恐れがあるのですから、なかなかバカを見せるためには黙ってる。それが今のダム反対運動の潮流の中に大きな位置を占めてしまっているのが現状じゃないかと思います。ちょっとぶちめいた話になりましたけど、そういう中で2020年の出演指数が経験しました。で、それまでにいろんな水害の経験を状況を見ながら、そのためにいろんなその解析とかなんかやってってましたけど、2020年の水害というのは今までの水害と全く私は違ってたんじゃないかなと思います。というのは、今までの人吉八代を流れている川辺川の、球磨川の水害のほとんどは球磨川地震が氾濫したり、氾濫に近い状況になったりしていたと思うんですけど、今回の場合は全く川辺川の氾濫はないうちに、人吉に流れ込んでいる支流からの氾濫が相次ぎました。これは聞き取り調査でいろんなことを聞いてみたら、みんな球磨川が一番水害が水位が上がった時よりも 1時間半から2時間前に支流の川のほとんどが氾濫を起こしてるんです。で、人吉市内の20名被害者がいましたけど、亡くなった方がいましたけど、その方々はみんな球磨川の
流量が一番増えた時じゃなくて、それより1時間半から2時間前です。それを今国交省が、国交省とか県が言うのは、川辺川からが水が溢れて、それで球磨川が氾濫を起こし、それがバックウォーターで各支流の氾濫、水源地を氾濫状態で起こして、そして起こった災害だというふうに言って聞きません。ですから私どもは何回もこれについて共同検証をやりましょうということを県を通して国にも申し入れましたけど、この頃は返事さえ返ってこないです。そのぐらいに今回の水害は川辺川、熊川の原因ではなくて、それまで県の責任としてほっとかれた支流からの災害が全ての災害の大きな原因の一つ、原因の元となっているような気がします。で、なぜねそういう状況を作ってしまったのかということは、私たちはやっぱり白紙撤回宣言を受け取ったことが一つの結果でも、なんか勝ち取ったというようなつもりになって、ある程度安心しすぎていたところがあったことは今非常に反省しています。あれが終わりじゃなくて、あの時に河川整備計画を完全に白紙しなきゃいけなかったんですね。それが河川整備計画がその残ったまま、ただ一時止まって、それで格好だけつけて旦那支出費を究極まで考えるというような、椛島知事の宣伝に乗せられてしまったような形になりました。そして20年間もう本当に頻繁に会議だけは行われました。20回以上、1年に1回以上の会議は行われていたはずです。で、その時に最終的にどういう結論が出てきたかというと、いろんな治水計画をずらっと並べていって、最終的にはダムが一番安いという形しかとうとうその会議から出てこなかったんですね。で、じゃあ手っ取り早い何か治水作業を始めようかというような、そういう議論すらなくて、球磨川、川辺川、それから球磨川水系っていうのはの治水関係、治水管の作業っていうのはほとんどほったらかされたままで、確かに住宅のかさ上げとかそういうことは行いましたけど、基本的な川の整備っていうのはなされてこなかった。それを許してしまった住民も大きな責任がある。住民というのはその中に我々川辺川ダム反対運動を行ってきた団体の責任もあると思います。で、これは今後そこをどうやって回復するかということなんですけど、私は最終的には若い人たちが川辺川ダム反対の潮流の中に乗ってくるということ、これしかないと思いますし、そうするとこの若い人たちがその考えを発表することで、今の野党勢力がもっと変わって川辺そういう治水計画について具体的な方策を少なくとも方策の一つとしてでも取り上げるような余裕を持った野党が現れてくれること、それで野党がくだらん相手の非難ばっかりするんじゃなくて、やっぱり自分たちの政策をそれなりに一党ずつがなんか持つことが一番必要だと思います。それを持たせ得る力はやはり我々ようなの年寄りがどうこういうよりも、やっぱり若い人たちが動くことが一番大切だと思います。そのためには我々が若い人たちに膝を折ってなんとかお願いして一緒に運動をやろうじゃないかということで運動を進めていくことしか方法がないんじゃないかなと思ってます。ちょっと短くなりましたけど、今日は私の発表でおとさせていただきます。以上です。今日の進行を、ご説明いたします。あとですね、熊本大学教員をやってます、鳥と言います。プロフィールはお手元のところにあると思いますけれども、生まれは熊本県の球磨郡の
岡春村っていうところで、人吉高校を卒業しまして、それで福岡の大学に行きまして、川辺川岸問題に、お調べることになりまして、それからですので、もう何十年くらい僕もあの四十肩とかですね、ちょっと小さい文字が見えなくなって、当時は分かったんですけど、中島さんが年を取ったように僕も年を取って、しまいました。今日は10分間お話をするということで、僕は学生の頃、ちょうど川辺川ダムの問題が紛糾しておりまして、熊本地裁で裁判を行っている時の傍聴したり、福岡高裁で、裁判になっている時の傍聴したり、当時の梅山さんにインタビューをしたりですね、川辺川ダムの反対運動がなぜ起きているのかということを、ここにいらっしゃる方も含めてですね、たくさんお話を聞かせていただきました。そしてこの前の夏に現地調査というのがあったんですけれども、その時に事務局長の森弁護士が、15分でお話されて、川辺川ダムの問題を話すには一晩かかるっていうことだったので、その後僕11回ですね、森さんの事務所に行きまして、川辺川ダムの裁判とは何だったのかっていう話を聞いてきましたので、その一部でもちょっと紹介今日できればいいかなというふうに思います。それでまず初めなんですけれども、僕は政治学を大学で教えてまして、誰が政策を決めるのかっていう議論をするんですけれども、その時に日本ではですね、官僚が決めるっていうふうなことが言われています。で、官僚制っていうふうに言うんですけども、これをビュロクラシーっていう英語で言って言うんですけど、どういうことかっていうと、机、ビュロっていうのは机とか事務室とかっていう意味なんですけど、そしてクラトスっていうのがギリシャ語で力とか支配っていう意味になります。すなわち机とか事務室が力を持っているっていうのが、官僚制です。先日水俣病の問題でマイク3分でマイクを切ったっていう、あれが官僚です。つまりあの人たちが力を持っているっていうふうに言われてまして、僕も政治学をずっと勉強してますけど、日本で力を持っているのは誰かっていうと官僚、つまり官僚が物事を決めているというふうに、言われています。だから、ダムの問題っていうと日本だとですね、いろいろ揉めるんですけど、これが北朝鮮とか中国とかロシアとかだと揉めずにですね、もう決まったことが粛々となされるということになります。で、これ日本の河川行政のインタビューをやられた方がいたですね、誰が川のことを決めてるかっていうふうに元河川局長に聞いたらですね、それはもう自分たちであると、技術官僚であると、それは政治家の意見も聞かないっていうふうに言っています。で、じゃあなんでこの川辺川ダムがですね、1990年代では作られるって言われてたのに、中止になってですね、そして今流水型ダムっていう穴が開いたダム計画が浮上しているのかっていう、それはちょっと僕、長嶋さんのお話とはちょっと違うんですけれども、僕はそこまで悲観的に見てなくて、むしろこのダム計画、官僚が作ったダム計画に穴を開けるほど住民運動が強かったんじゃないかというふうに思っています。で、その住民運動の力のことを、デモクラシー、民主主義っていうんですけど、これはデーモス、人民が力を持つっていうような意味になります。だから官僚が物事を決めるっていうのが官僚制であるとすると、それに対抗するような形で住民が力を持ったというのが、これまでの川辺川ダム反対運動だったんじゃないかというふうに思います。で、僕はここではですね、裁判についてを中心にお話したいと思います。すなわち従来多目的ダムだったものが穴開きダムになったっていうことは、利水が落ちたっていうことになりますので、なぜ利水が落ちたのかっていう話になります。で、これは1996年に裁判が起きて、
いまして、そしてまあ2023年昨年の3月ですね、授業が終了したっていうことなんですけど、まあ、当初はあの国営川辺川土地改良事業ということで、国営ですので、まあ、ものすごく広い地域を対象にしてたんですけれども、それに対して農民からですね、いい申し立てが起きてくると。その一人がですね、相良村の元教育長であった梅山深さんになります。まあ、伊丹先生っていう熊本中央法律事務所の弁護士さんのところにいろんな川辺川ダムの相談が来たらしいんです。退職金を払うから、差し止めの裁判をしてくれとかっていうふうに言われて、伊丹先生は、そんなお金ではいくらお金がかかると思ってるんだっていうことで追い返されたそうですけれども、うん、梅山深さんの相談にはこの裁判だったらやれるんじゃないかということで、伊丹先生はこの梅山さんの相談に乗って、この土地改良事業の異議申し立てに、取り組んでいかれたということになります。でここで、まあ、お配りしているレジュメがあると思うんですけど、まあ、びっくりするのがですね、この事業に1144人の人が、まあ、異議申し立てをしたということになります。僕も岡原村出身ですので、そして農家の生まれですので、まあ、その地域岡原村でまとまるのも大変なくらいですね。でまあ、僕の地域はビュー地区っていうところなんですけど、そのビュー地区でもまとまるのは大変です。であるにもかかわらず、相良村だけでなくてですね、その田良木町や錦、末深田、そして人吉という山江村っていう、ここ一帯の農民たちがですね、一つになって、まあ、裁判を提起するっていう、このことが起きたのが1996年のことになります。で対象農家4000人だったんですけれども、そのうちの半分がですね、原告または補助参加人として裁判に打って出たというところ。でこの裁判の争点は、3分の2以上の同意があったのかなかったのかというところがポイントになります。これは今日お話しできないんですけど、漁協も同じでですね、まあ普通国会や県議会とか市町村議会っていうのは2分の1過半数なんですけれども、漁業権やこの土地の問題、財産権に関わる問題については3分の2以上の同意が必要であるというふうになっています。すなわち3分の1が反対したらですね、事業は進められないという、これがあのダム事業との違いになります。でこの事業、この裁判はですね、2000年9月8日に判決が出まして、まあ、4000人中2000人しか調査できていなかったということで、まあ、はい、負けるということになるんですけれども、福岡高裁に控訴してですね、そして2003年5月に勝訴するというような裁判になっています。でここで、2000人の残りのですね、2000人をですね、調べていったっていう、先ほど、まあ、アタック2001っていうふうに中島さんがおっしゃいましたけれども、この2000人を調べるっていうのがですね、僕も天草や荒尾の調査を学生と行ったりするんですけど、それ頑張ってもですね、100とか200ですね、2000人をそれも半年でやりました。これもう長時間聞いたんですけど、3月にやるっていうことを裁判長から言われてですね、そしてゴールデンウィーク、田植えを除いて7月、そして8月、ここで2000名のですね、裁判所に言われた通りに調査を行ったっていう、これがまあ住民参加型の裁判だったっていうふうに言われています。そして農水大臣は上告できずにですね、まあ、判決が確定するんですけど、そこからがですね、また激しい展開が繰り広げられます。でここが熊本県がですね、当時住民討論集会っていうのを開いていたんですけど、これが従来の知事と違って塩谷知事がですね、まあ反対でも推進でもないということで、
国に対して説明責任を求めるというようなことで住民討論集会が開かれてたんですけど、この裁判が終わった後ですね、やはり川の水、まあ、農民はですね水を欲しているということで、まあ、熊本県が総合調整役となって、まあ、裁判で争っていた、まあ、農水省とも含むですね関係団体が一つのテーブルに座って事前協議っていうのを、開いたというふうことがあります。でこれが2003年からですね、2006年3年間ですね続いたんですけれども、当時収容委員会っていうのが開かれてまして、時間ですね、収容委員会っていうのが開かれてまして、まあ、結局この利水計画が決まらないということで、国はですね収容申請を取り下げたっていうふうなことになります。でまあ、この後のことは皆さんご存知で、相良も人吉も県知事もですね、白紙撤回っていうようなことを言ったんですけれども、まあ、この住民がどうして力を持ち得たのかっていうと、まあ、もちろん流域住民の力が川に対する思い、ダムに対する反対っていう気持ちが強かったんですけれども、僕が板井先生に2005年にインタビューした時におっしゃったのが、水俣の経験っていう話をされました。でこれは板井先生だけではなくてですね、塩谷知事も僕はインタビューしたんですけど同じことをおっしゃってまして、そして鎌倉さんっていう総合調整役をやった方もおっしゃってました。そして2月に中島先生が亡くなったんですけれども、その晩僕は一緒にお酒を飲んでたんですけれども、その時に彼が言ったのはやっぱりこの川辺の問題は水俣のお力があったんだっていうことをおっしゃってました。ちょっと時間が来ましたので残りの話はまたディスカッションの時にやらせていただければと思います。どうもありがとうございました。土井さんどうもありがとうございました。10分しかない持ち時間意外と短いということが分かりましたので時間を守りつついきたいと思います。バーポイントがちょっと立ち上がってくるまで ありがとうございます。はい、少々時間がかかると思いますが、私から、はい、五木村のことということで話をさせていただきます。私はですね、はい、すいません、いいですかね、はい、私は、ダム問題をきっかけ、ちょっと座っていいですか、こっちに。ダム問題をきっかけに、五木村に行きました。で、福岡で NGO に関わってたらですね、土井くんがいて、土井くんが川辺川とかいう、なんかどこの川っていう感じのですね、当時諫早のことは言ってたんですけど、川辺川ダムとかあんまり福岡では話題になってなかったんですね。で、はい、先ほどあったのアタック2000地の農家2000戸を話の聞き取りをしている最中に、私たちが初めて2001年の夏に五木村に行きたい、川辺川に行きたいと言って、みんなアタック2000地で忙しいけど誰も相手できんよって言われながらも、無理やり行って、関わるようになりました。でダム反対運動ですね、当時私たちは若手のホープでですね、20代前半で、なんとなくもう周りではみんなまあ、せいぜい40代、まあ、今の自分よりちょっと若いぐらいだったかもしれない、先輩たちはですね、だったんで、なんとなく、まあ、自分が興味があって五木村の問題と、それとまあ学生フォローを担当ということで、年齢的には土井君、私同級生で、その6歳ぐらい下がさやかちゃんっていう感じですね。さやかちゃん最初に学生で来た時は私が学生担当チームということで お手伝いさせていただいたということがあります。で、関わっているうちに幸いにダムは止まりまして、念願かなってですね、2001年から5年間だけ五木村に住めました。永住しようと思ったんですけど、ちょっと途中ですね、予期せぬ結婚ということがありまして、別居婚してたんですけど、やっぱり熊本市から通勤するのはですね、片道70キロは非常にもう大変だったので、退職して、今は2児の子育てをしております。で、離れてからも村の資料館があるんですけど、焼き畑店とかの企画に関わったり、右上に民泊国立民族学博物館の民族学という本がある、焼き畑特集があるんですけど、まあ、それで五木村の記事を書かせていただいたり、
あとまあ大学の先生たちの在来作物の調査などを、まあ、フリーランスの研究者ということでお手伝いをしてます。で、今もこれは今もやっていて、あと道の駅五木の物産振興にも関わってまして、ぜひ皆さんですね、五木村を応援したいと思ったらですね、家に帰ったら道の駅五木のホームページを検索してですね、通販サイトのリンクがありますので、そこからリンクをこういうものを購入してください。今ちょうど1ヶ月間だけ私道の駅の通販サイトの管理をして、私が目利きで選んだ商品だけをアップしてますので、ぜひ買って支えてください、まあ、ということでいろいろやってます。で、私は2001年9月にこの熊日の連載記事が本になっていたんですね。忘れもしない福岡の新天井の本屋さん郷土の本のコーナーで、出たばかりのこの本がありまして、で当時は土井君と私とかさやかさんが関わった頃、2001年2002年ってもう川辺川断問題がわーっと盛り上がってた、止まるかもしれない、ひょっとしたらっていう時代だったんですね。でなんとなく断問題してたんですが、みんな反対する中で五木村は断の推進に固執してるっていうねじれの状態があって、それが理解できなかったんですね。いや、なんで五木村喜んで自分の村を沈めるんですかと。でそれがこの本を読んでですね、衝撃を受けまして、いや、ダムは環境問題じゃない、暮らしの中の問題として五木村の人たちの数千人の人に影響を与えているということを非常に考えさせられまして、それが関わることになったのが一つと、それと、この、尾形茂さん、地域さんという水没予定地に最終的に1軒だけ残った方、私たちが行った時は100件以上残ってましたので、この方が最後の一件になるとは分からなかったんですけれども、最終的にこの方が残られて、でこの家かなり頻繁に行き来してですね、福岡からですね、2002年からですね、毎月2回以上どうかすると毎週末行ったりして、この家もですし他の家も含めていろんな聞き取りというかお話を聞いたり、村の人にとってのダムって何だろうと、いうことを聞いたりしてきました。ちょっと文章がありますがちょっと出します。で、このお手元の資料の中にこの年表が入ってます。で、何が要は言いたいかというとですね、上は人吉市他のダム反対の動き、ダム計画発表されたのは1966年ですけれども、で下の段が五木村でのダム反対の動きですね。ちょうど入れ替わるように1990年代の半ば、五木村のもう吸ったもんだって五木村のダム反対が消えた時になって、運動としてダム反対の運動のグループができたというのがあります。でこのねじれのこの時差っていうのは、最終的にはなかなか埋まらなかったんですが、2008年2009年にダムが止まった時に一旦リセットされて、で、みんなでダムなしの地域づくりをしていた中に、カーベワダムが復活したということになります。で ちょっと簡単に書き足で、ダム計画発表された後、村も村議会も住民も絶対反対でした。で、そのうちですね、村がなんとなく国県に歩み寄り始めるんですね。でそうすると住民の方々がどうもおかしいぞと、村反対と言いながら受け入れに行ってるじゃないかということで、水没者団体ができまして、水没者団体3つできた、五木村は3つ、相良村は2つかな、2つできたですね。でその五木の3つの団体のうちの1つが国を提訴しました。これ当時の新聞記事ですね、今も言ってることと本当に同じ、生存権財産権を侵害しているということで、ここ大問題ですね。当時村3500人ぐらいの人口だったんですが、村始まって以来のもういよいよ何か始まるぞと、いうことで、裁判が起きました。ところが裁判をしている最中にですね、熊本地裁で負けて福岡高裁に控訴した後にですね、3つの団体のうちの 2つの団体が先に保証基準に同意したんですね。そうすると、水没予定地のほとんどが3つの団体のどれかに入ってたんで、2団体が同意したからみんなどんどん村の方たちが依存していった、最初の3年間特にもう一気に人が減っていって、お前たちが反対している限り、ダムありの村づくりができないから村は寂れるということで、非常に強い圧力がありまして、孤立したその裁判をしてた主権者協議会という団体は裁判を取り下げて、最終的に、ダム
着工と、それとでも本体着工に投資したのが平成8年、県民の会ができたのも平成8年ということで、ここでちょっと時差があります。で、まあ、大規模な住民って、ほとんどは五木村で、左側は村の中心地ですね。当時村中心地右岸左岸だけで、まあ、300世帯ぐらい、1000人近く住んでいたんですね。で、右側はちょっとダムサイトから上を見たところ、富士山、相良村富士山の、あ、富士山と野原ですね、左側野原の小学校が映ってますが、で、最終的に、村は水没予定地の住民の7割以上が損害に移転しました。これはいろいろ理由があります。移転先の大害地の造成が遅れたことなどもあります。で、この赤いところが、水没予定地、ダムができればここが沈むってことなんですが、最終的にほとんどの集落が消えて、小規模になった大害地だけが、5箇所だけですね、ちょっと。で、村の人口がですね、今どんな風に点在しているか丸で示したんですけど、一番大きい村の中心地に130世帯ぐらいありますが、あとは、まあ、ポツポツと第二の集落の水、あの水の、あ、宮殿と、まあ、左側の三原方面の小津方面という感じで、全体の村の、まあ、3分の1以上が、まあ、村の中心地にいる水没予定地から移転した人たちということになります。で、すごい担当されてます、はい、ダム中止後にダムなしの進行計画が進んでいたんですが、それが災害、豪雨災害直後にダム復活ということで、同じ人物かなと思うんですけど、2020年の11月19日にダム作りました。そしたらその4日後ですね、10億円の手土産を引っ提げて五木村に知事は言ってるんですね。つまんないものですが、10億円地域振興の予算にあげますんでということで言って、はいはいと、ほんほんと、まあ、イエスとノーとも言えないけど、はいはいと言うと。で、そのうちですね、まあ、ダム問題というのは非常にタブーなんですね、つくならでは。タブーなんです。経緯があまりにも村を二分して対立した経緯があるので、それでもちょっとずつみんな喋り始めて、もう振り回されたくないと。ダムよりも地域振興を急げと。このままで村は消えるということで、話になりました。で、これ村の中心地ですけれども、こういうふうに水没予定地には宿泊施設があったり、まあ、未活用だった広場があったり、国民パーク運動公園があったり、中間道があって木材を置く場所があったりします。で、これらがどうするのかということもすごく大きな問題で、非常に村の中でさまざまな不安が募り、はい、積んでいきます。で、なんとなくそのうちですね、ダム前提にしたらこの10億円、まあ、もしかしたら左側は10億円よりもっと増やすかもよとちらつかせながら、札束ちらちら、人参ちらちらってしながら、なんとなくダムと関連づけられそうになったんで、熊日 の木村記者、非常に一生懸命ですね、建設同意と進行は別に論じろともかなり繰り返し熊日でも書いてくれましたが、はい、時間です、はい、進行計画が、できました。で、これはもうダム前提というのは村の希望で入れるなということで、いっぺん去年の5月に、外させたんですね。で、その新しい振興計画の中身を見ると、まあ、前の振興計画からの継続で、まあ、要するにダムとは別に過疎の村の取り組むべき内容ばかりですね。で、村長が、そして今年の4月、村長がダム建設容認、ダム前提の村づくりに大きく舵を切ってですね、だけど村の中には反対の声もある。名前を出せない人も含めて13名、この13名に入ってない人も含めれば、人口1000人足らずの人のうちの13名ですからね、かなりの方々ですね。熊本の人口で言えばですね、人口の 1% 以上ですからね。 で結局これは17日の記事ですが、村の要望で外させたのに村の希望でダム前提に戻ってしまった。で、なんでなんだというと、村長がいろいろ説明をしてます。で、今まではどんな影響があるか分からなかった。で、アセスも進んだし、まあ、村の人の声はとりあえず進行を急ぐべきだということで、ダムを前提とした村づくりしますと。で、この最後の方に20ヘクタールの平場を造成してくれる、付け替え村道がまだできてないところを完成させてくれる、水没予定地の利活用とかについても具体的な検討が可能になる、だからダムに賛成するんですということで、これここら辺でできるかなとなんとなくなってるんです。造成地、平地がですね、ちょっと全然まだ分かりません。で、かつては
西田村長ですね、苦渋の決断だと、公共の福祉のための苦渋の決断と言ってたんですが、現在は村づくりの振興事業のため、全然違うですね。で、ここはね、なんで新聞書いてくれないのかなと思うとすごく思うんですね。あの、置かれてる状況は違うんですよ。で、回遊準備のためって言ってないんですよね。で、予想される課題、駆け足で、はい、駆け足で行くんですけど、要するに水没予定地にはですね、国が権利を持ってない土地が150筆以上点在してるんですね。権利者はもう数百人います。で、これを強制使用しないと本当の開発はできない。だけどそういうことは国は全然言ってない、言わずに、完成までには広場造成しますかって言って進めているのが現状です。で、もう一つ予想される課題で、村づくりの主人公誰なのか。県下の出向職員は9人役場にいますけれど、振興の重要ポストは県職員なんですね。で、8名ですね。で、まあ、いろいろあります。村づくりの主人公誰なのかとか、いろいろ予算ありきでやっぱり振興振興って前のめりなので、事業の成果とかが精査されないとか、まあ、いろいろあります。で、ダム計画が停滞すると、ダム関連事業が停止する、もう全く同じ状況に追い込まれてしまうという問題、同じ鉄を踏まっていることになっている苦しい状況があります。最後の家屋がですね、先ほどの尾形茂さんたち夫妻も亡くなられてますけれども、6月に解体されました。で、今後は目に見えてどんどん 村の中も変わっていくと思います。で、一番言いたいことはこれ最後、五木村にとってのダム問題解決なしに川辺川ダム問題を片付かないっていうのは自分はすごく思います。で、川辺川ダムが中止になって、それが五木村のためにもなるような終わらせ方をやっぱり常に考えていきたいなというのが自分の考えで、まあ、皆さんのうちと皆さんと共に本当にいいやり方を考えていきたいです。以上です。すいません、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。10年に1回あの五木村を使うということで、どうやって進行するのかというかなという疑問が起こりました。それでは続きまして、森さやかさんにどんな豪雨災害だったのか、被災地の復興をめぐる問題、流水型ダムを作ることになったプロセスについてご発言をいただきます。よろしくお願いします。はい、森さやかと申します。あの、今、土井さんや龍さんがおっしゃった通り、私も初めて、流域にお邪魔したのが2004年の大学2年生のまだ19歳だった頃なんですが、今となってはもう40歳になってしまってですね、時の流れは早いものだなというふうにつくづく思うところです。また龍さんの先ほどの冒頭のお話を伺って、あ、そういった形で学生フォローというのをしてくださってたんだなというのをですね、間違いなくめちゃくちゃお世話になっていたんですけど、その土井さんとチームみたいな形でそういう体制作りもなさってたんだなというのは知らなかったので、今回初めて、あれ、恥ずかしげだったけど、はい、知ったなと思いました。で、私からは、ちょっと豪雨災害ですね、2020年の7月4日の豪雨災害のことと、その人吉市を中心としたその被災地の復興をめぐる問題についてですね、お話をしたいと思っています。また中島さんも言及なさっていたんですけれども、流水型ダムを作ることになった経緯として、実際にどのような審議会でどういうことが論点になってっていうことがあったのかということですね、少しご紹介できればなと思っています。では、座りながらすいません、はい、最初にですね、熊谷行きの被害状況を皆様には釈迦に説法のような形かもしれないんですけれども、簡単に確認をと思います。じゃあクリックどんどんしていただいて、7月4日の未明に発生した線状降水帯が流域全体に豪雨をもたらしたということですね。特に雨の集中したのが中流域や支流で、そこらは全てほぼ全てが崩れるというような形になっていてということでした。で、3回ぐらいしていただいて、すいません、ありがとうございます。県内でもう1回押していただいて、65名の方が亡くなられて、うち50名が熊川流域で立ったと、浸水被害6000以上ということで、全国でも82名の方が亡くなってはおられるんだけれども、非常に熊川流域での被害が大きかったことが伺えるということが分かるかと思います。で、ピーク時には流域で、1814戸4217名の方が仮設住宅に入居なさっておられました。6月現在 のデータが一番最新になっているんですけれども、今でも217戸412名の方が仮住まいをしているという形になっています。クリックをお願いします。
こちらがその、配布しているものと同じ資料なんですけれども、あの雨量ですね、示したものになっています。ちょっと小さくなっていて恐縮なんですが、それぞれの地点でどれぐらいの雨量があったかということ で何よりその温暖化時代の豪雨というのの大きな特徴がですね、短い時間の間にすごい雨が降るということだと思うんですね。お見返をしていただいて、で例えばですね、人吉地点で、こちら累積雨量が人吉地点だと、502とかっていう風になっているんですが、これが大体28時間、29時間累積雨量で502ミリ降りました。でちなみにですね、7月の平均降雨量人吉地点で471ミリという風になっていて、1年の中で一番多いんですけれども、非常に短時間でたくさんの雨が降った。右側の、表の右側はですね、9時間雨量が書かれているんですけれども、あの9時間でも357ミリに至るというような形で、短期時間にガッと降る雨というのが、あの特に支流だったり沢だったりというところを大きく崩してしまったというのが大きな特徴かなというふうに思います。で、あの中島さんからも言及があったかと思うんですけれども、その雨量を見てみるとですね、どのあたりが特に豪雨地帯だったのかっていうのがよく見えるかと思います。アスタリスク降ってるところは途中で欠測になっているんですけれども、それは雨量が多くて計測できなかった。でそういう点では神瀬とかですね、非常に大月とかあたりですね、中流域ですね、非常に多かった。また球磨川本流上流部の湯山のあたりなんかも多かったということが伺えるかと思います。次お願いします。もうどんどん、はい、押していただいて、流域あの1週間後に私入ったんですけれども、いろいろ見ていくとですね、本当にいろんなところが崩れていたし、一方でその導流堤とかですね、護岸が非常にきれいに残っているんだけれども、周りはぐちゃぐちゃっていうようなところも目にしました。人吉の街中にヘロロがこのようにあのこびりついてというのも、これは地元の方に提供いただいたものなんですが、あの非常になんていうか、私も信じられないような思いで見ていたところがありました。でこのような被害をもたらしたものなんですけれども、2008年に白紙撤回になってから、ほとんど押していただいてすみません、白紙撤回になってから、あのどのような議論があったかということも簡単に触れておきたいと思います。流域の方々のその四つどもえの運動のような中でですね、土井さんからもあの利水農家さんのお話がありましたし、あの今日はそんなにお話できないけどということで、あの漁業者の川柳さん あの吉野さんも今日おいでてますけれども、あの方々であったりだとか、あるいは水害体験者の方々、市民の方々が住民投票条例を展開したりというような、四つどもえのような形でですね、あの白紙撤回を選ばせたというようなことがあった一方で、国は相変わらずダムに固執していたというのは2008年以降もあの変わりませんでした。ご承知の通り、2009年1月からダムによらない治水を検討する場というものが開催されて、2014年までに幹事会含めて15回議論されていて、まあ、国県と流域市町村というような形のメンバーで議論されていたわけです。2015年3月以降には球磨川治水対策協議会という名称変更をして、そちらも2019年の11月までに整備局長、旧知政の八代河川国道事務所の、まあ、旧知政ですね、整備局長と首長会議含めて13回行われていました。30回近くの会議が2009年から2019年11月までになされていたわけですね。でその中でどんなことを議論されていたかというと、まあ、ダム新設以外の対策案として、まあ、いくつかの案が出ていた。引き手、稼働掘削など堤防かさ上げ、遊水地、ダム再開発、放水路、宅地のかさ上げ、和重堤などを主に検討していて、でその中では火災や水系の設置など一部実施されたものはあったものの、根本的なその対策というものはあまりなされなかったし、技術的な実現の可否や可否についての議論というものが非常に多く取り上げられていて、なかなかその危機感というものがあまりないような議事録なんかを読んでいても、自分の印象ではですね、思わされるところがありました。でそうした中でですね、例えば球磨川流域で流域住民団体で清流球磨川川辺川を未来に手渡す流域群市民の会という団体があるんですけれども、あの手渡す会なんかもですね、温暖化時代の豪雨災害を球磨川流域で
漢字がごめんなさい誤植ですね、シュミレーションが間違ってます。雲川流域で起きてしまった場合にどんなことが起きるのかっていうのをやってくれということを言っていました。皆様もご承知の通りですね、例えば2015年鬼怒川でですね非常に大きな豪雨災害がありました。これは一つのメルクマールとなってその、水危機水防意識啓発社会というようなですね水災害に対しての意識を高めるような形で施策を進めていかなければならないんだということを打ち立てられることにもなりましたし、それ以降もほぼ毎年のようにですね2018年の西日本豪雨はじめですね、あるいは台風南号というような形で毎年のようにその豪雨災害が各地で頻発していたわけです。そういったものが球磨川流域で起きてしまった場合にですねどういうことが起きるのかということをちゃんとこの会議の中で検証すべきだということを住民の団体の方々出しておられたんですね。県民の会の皆さんも一緒に出しておられたわけですよね。だけれどもそういった意見書を出されてもその会議の中では答えられることはなかった、検討されることは全くなくって、でそれで迎えてしまったのが2020年の7月4日だったというふうに私から見るとですね思わされるところがあります。でじゃあその2020年7月4日があってどのような検討が行われたかということなんですけれども、どんどんしていただいて、どんと、はい、もう一回、ありがとうございます。はい、どのような検証が行われたかというと、令和2年7月球磨川豪雨検証委員会というものが国交省と熊本県によって行われました。でこれはメンバーが旧知政の局長と県知事、流域中日市町村首長委員として行われたもので、8月と10月の2回だけで終わりました。でその後もその学識者の意見を聞く場であったりだとか、熊川流域治水協議会とかっていう形で行われはするんですけれども、基本的にはその議論もここの検証委員会でなされたものをベースにして展開されていっているので、そういう点ではこの検証委員会で何が議論されたかっていうのはとても重要なんですね。でじゃあ何をしていたかというのを確認してみると、今回2020年7月の水害に洪水についてはピーク流量がだいたい8000トン毎秒だったと、後に7900トン必要時点ではっていうふうな修正もなされていますけれども、そのように推定されていて、でこれが川辺川ダムがあれば流量は4割カットすることができ、なおかつ浸水面積も6割減になったんだというシミュレーションがなされていました。一方でこれ資料は全部公開されているのでご関心ある方はぜひ見ていただけるといいと思うんですけれども、その計算の前提が一体どうなっているのかとかですね、その雨量のパターンみたいなものも平均してモデルでは出されているけれども、実際に降った雨と本当にそれが対応しているのかっていう点では極めて疑問を覚えさせられるような部分もあったりしました。と同時にですね、被害の概要なんかも含めてこういったものを出しているわけなんですけれども、資料の中ではですね、洪水痕跡とその分析とが必ずしも一致してるとこれ言っていいのかなという思えるような、そんなものも散見されました。加えてですね、その何が被害を拡大させてしまったのかということに関する要因群やそのメカニズムの解明に向けた議論は希薄でした。例えば具体的にはどういうことがあるかというと、その流域では流域訪れる機会がある方なんかはよくご存知だと思うんですけれども、車走らせていてもですね結構ハゲ山が目立つところってたくさんあるんですね。そういう点ではその山の海抜で地元の方にお話を聞くと、あそこはどこどこの業者がかなり切り寄るもんな、あそこは危険やと思って心配やったっていうような声とかもたくさん接することがあるんですけれども、その山の海抜の影響が一体その豪雨災害の被害の拡大にどう影響したのかっていうような論点はもう一切なされていませんでした。あるいはその既存ダムや橋梁などの構造物の影響というものは不問にされました。市房ダムがあったことで2時間ほどそのピーク水位をその遅らせることに成功したんだとか、その流木を補足することで機能したんだっていうようなことは散々書かれている一方で、その瀬戸石ダムが非常にクラック入って危ない状態になっていたであったりだとか、あるいは流域で17つほども確か橋がですね流出しているんですけれども、やっぱり国の出している、これは国交省の出している豪雨災害、温暖化時代の豪雨災害を踏まえた
災害復興のためのガイドラインの中でもですね、橋梁なんかは被害を大きくしてしまうことがケースが散見されるので、それがどう影響したかっていうのをちゃんと見なさいよっていうことを、平成30年に出されたガイドラインにも書かれているんですけれども、なぜかこの球磨川の豪雨災害検証委員会の中ではそういったことは全然なされていませんでした。私何回もその後もその情報公開でかけているんですけれども、県に対しても国に対してもかけたんですけれども、あの影響したということはあまり考えられないから、そんなことは気にしなくていいんだみたいな内容の答えが返ってきて、そんなことあるんかいと思って突っ込みたくなるんですけれどもですね、そういった形でその本当は検証されて叱るべき論点が欠落してしまっているというのが指摘できると思います。でこういった問題があってですね、なおかつこれ被災者の方々であったりだとか支援者の方々もあのこのような論点全然フォローしてないじゃないかということを検証委員会されている最中にも意見書を出していたんですね。県民の会の方々も出しておられたし、手を出す会であったりだとか他の方々も出しておられたけれども、それらはほとんど顧みられることないままに2020年の11月19日に流水型ダム建設を前提とした緑の流域治水を蒲島さんは表明するということをしたわけです。で蒲島さんはその、まあ、確かにお忙しい中現地30回以上通ったんだと、で流域の方々のはじめとする方々声聞いたんだということをおっしゃっていて、でなおかつ今回の豪雨災害を受けて国および流域市町村の皆様とこの検証委員会を設置し、科学的そして客観的な検証に取り組み、10月6日の2回の第2回の検証委員会をもって必要な全ての項目を検証することができましたと明言までされましたけれども、そのいやあのこちらから出した意見書にちゃんと答え出してくださいっていうような事態がたくさんあったわけですね。そういう点ではこれをどうして科学的客観的な検証で全ての項目を必要な全ての項目を検証することができたという評価をなさったのかというところの真意が非常にわからないなと思ってしまうんですけれども、あのこのような、表明をしてですね、その当時の熊本日日新聞なんかでも世論調査年末にですねなされて、非常に不十分だったり被災者の声を届けきれていない、届けづらいような設計の中でなされた手続きもあったんじゃないかということも指摘されていたように思います。でこのような状態事態を受けてですね、あの流域の被災した方々は再発復興、災害復旧の合間を縫ってですね、調査なんかも手がけておられます。まあ、ちょっと後でもご紹介したいなと思っているんですけれども、例えば手渡す会では300人以上の証言と約2500以上の映像画像を集めて分析して、その結果をもって県へ交渉に行ったりだとか、国にも交渉に旧知政にも行くんですけれども、行ってももうずっとですね、もうその時はそれこそ坂本村で被災なさった本田さんなんかもご一緒なさって、ゆうさんもあの時行っておられたし、中島さんたちも行っておられたと思うんですけれども、どれだけその事実に基づいてお願いをしても、その場で対応した職員さんはそのようなご意見があったことを上に伝えますしか言わなかったんですね。私も録音してもらってそれ送ってもらったんですけど、いやそんなこと言ったって、その答えをいつくださるかっていうことまで含めて言ってくれないと私たち動けないですよっていうことも言っているにもかかわらず、そのような声があったことも含めて伝えますっていうような、本当にひどい、なんというかちょっとびっくりしてしまう、私も聞きながら悔し涙が出てくるような状態だったんですけれども、そういった中でもずっと働きかけは続けているというような状態が あるわけです。で次お願いします。で、国というか、まず蒲島さんが求めて国とともに出しているもので、流域治水プロジェクトですねなんかが策定されているわけですけれども、流水型ダムは穴が開いているし常時水が流れるのが常なので安心だというふうですが、まあ、モデルとしてこんなんで、ちょっと環境アセスの資料を見ていて驚いたんですけれども、その平常時は水をためず自然な川になるのが365日中の364日だと、で水をためるのは365日中の約1日だけなんだっていう説明をしてて、そんな洪水があるのって1年に1回だけとかそういう想定なのかなとか、なんか何をこれで考えて書いてるのか全然意味がわからないなというふうでした。で意味がわからないなというふうに思ってしまうものであるにもかかわらず、熊本日日新聞の全面広告でですね、このような形で命と清流を守る川辺川の流水型ダム、命を守る清流を守るということを打ち立てて、なんというか刷り込み洗脳に近いようなことをしているように見えてしまう。本来すべきはその
なんていうか、まあ、本来ダムを作ること自体に対して私自身もいろいろ思うところはあるわけですけれども、仮にですね、その誠実さを見せるのであればですね、このような手続きを取った上でこのようなデータが現状の流水型ダム作られているものでもあります、でこの上でこういう状態なので清流を守るというふうに自分たちは考えてますとかっていうふうだったら、まだですね、その筋としては考え方に共感はできないけれども筋としては理解できるんだけれども、そういうこと全然しないで本当に刷り込み状態になっているというふうであるように思います。ダムが地域の宝である清流への影響を最小化することができるんだということをおっしゃる一方で、事実としてですね、流水型ダムが河川環境を維持することを示した実証研究はありません。京大の角先生なんかが非常に打ち立てておられるけれども、本当に維持できるっていうことを明言したような、まあ、長いスパンでもっての研究というものはまだ証明されてないようなのが現状というふうに言えると思います。でこれは地元でこういった状況がある中でですね、もう皆さんご存知の方が多いとは思うんですけれども、このような中でもやはりその川に対する思いというかですね、川を破壊するようなことというのはやめてもらいたいというような思いが流域の方々の間では強くあるようです。最初に見ていただいたのは2020年の8月に熊本市の人吉総局の記者さん、吉田記者さんが暴れ川と呼ばれることに関して被災した方々が悲しがっておられるということで自分自身ハッとさせられたということを書いていた記事でですね、これは人吉、私も何度かお邪魔しているんですけれども、すごくいい記事だねというふうに被災した方々がおっしゃってたのが私も印象に残っています。またその年の年末ですねに、島谷さんが被災者の方でダムを求めてないというようなことを書かれたりもしておられました。でまた、はい、クリックしていただいて、先ほど、2枚前のスライドで、手渡す会の調査のお話を口頭でもお伝えしたんですけれども、2020年の12月の段階でですね、中島さんもご指摘なさっていたように、またあの記事の一番、左側中島さんが写っているんですけれども、人吉市の犠牲になられた20名の方について、そのいつどこから来た水で亡くなられたのかということをですね、現地で証言を集めたりだとか映像を集めるというような中で解析した結果ですね、本流の水があふれる、あるいは本流のピークになるはるか前の段階で支流からの水で亡くなられていた可能性が高いということを証明して、紹介したものです。でこの、はい、じゃあもう時間ということなので、はい、じゃあクリックしていただいて、はい、被災者らの対応、こうした営みがあるんだけれども、なかなかこういったこと顧みられてない。でだけではなく、ダム問題だけではなくてですね、流域では、その流域治水プロジェクトの中では遊水地とかですね、田んぼダムとかそういったことも打ち立てていると思うんですけれども、でなおかつ流域治水みんなが共同してやっていくんだなんてことを言っているんですけれども、遊水地を作られるところで営農しておられる方々なんかからは、その非常に問題を視するような反対運動が展開されているようなケースなんかもあります。3月に学生と一緒にですね、高知大の学生と一緒に現地でお話聞いたりしてきたんですけれども、その非常にやり方がむちゃくちゃだと、錦町の場合4カ所で160兆部が対象で、国の条件は地域権方式で地権者に1回のみ保証で、耕作者には保証しないんだと、で永久に貸してください、堤防は3メートルかさ上げして、洪水時には堤防の切り込みから濁流を入れる。でその時がその稲とか実っていたりとかそういうような状態でも関係なくやるんだと、で保証は1回のみで行った中からその中の被害に関する補填っていうのは全部賄ってくれっていうような形で言われていて、とてもじゃないけどこんなのできないということで言われていました。でまた次のクリックし、もう1回クリックしていただいて、123が、はい、これくらいで、人吉市でもですね、遊水地計画があるんですけれども、そちらでも話を市役所の方に学生と一緒に聞きに行ったところですね、もともと遊水地計、今回盛り込まれているものは、そのダムによらない治水検討する場で出てきた候補地とほぼ重なっているような状態になっているんですね。で都市計画区では外すっていうようなことを人吉ではやっているそうなんですけれども、大垣中上地区というところが人吉で大きな遊水地計画がありますが、これは渡井地区を守るためのものであって、じゃあその大垣と中上の遊水地で一体どれぐらいの水量を
少なくすることが見込まれているんですかということを学生が尋ねたところ、いやそれはちょっとあの遊水地全体でこれぐらいっていうふうにしか考えてないんでっていうような形での答えで、なんというかその国からも示されてないんですっていうご説明をなさっていて、なんというかその自治体と国との間でも十分な情報共有がなされているわけじゃないまま、まあ、国がやりますよというので進められているのが現状なのかなというふうな印象を持ちました。また、はい、2回ぐらい、はい、まあ、そうした調査の中でもですね、そのダム推進の農家さんも錦町なんかでは今でもおられるんですけれども、そうした方でもですね、農家には球磨川川辺川を悪く言う者は一人もおらんちゃってっておっしゃってました。そのことは私とても印象に残ってですね、そのダムを作るっていうのもその洪水で困っとる人たちを助けてやらんばんでっていうようなもの思いが強くてですね、ダムがいいと思ってるわけでは決してなくって、その水害で大変な思いをされる人がいなくなるようなために、その上で役割を果たせるのであればっていうようなことをおっしゃっていて、なんかこういったことを鑑みるとですね、その国が適切なその実態調査なり効果について確かな情報を出していないということが地域社会に不要な分断を生んでいるんだなということをつくづく思わされました。でも時間なので、はい、災害公営住宅の問題なんかもあって復興自体が地域社会を分断しているということもあるんですが、もうちょっと時間がなくなってしまったのでディスカッションの時にですね、またお話をできればと思っています。はい、すいません、ちょっと長くなりました。ありがとうございました。はい、本日はどうもありがとうございました。それではこれから10関係に入ります。